人数は私たちもはるかに多い。そのおかげで簡単に秘密をされてしまいましたが、しかし今回の私たちが石を投げたということは、必ずこの4年間に実現に向けて大きく前進するでしょう。そして私たちのみんなの党の議員は一丸となって目標に向けて、皆さんが期待する方向に向けてしっかり進んでおりますので、これからも県議会、鹿沼市政両方をしっかり見ていただきたいと思います。今まさに東日本大震災が起きて5ヶ月が経ちましたが、なかなか復興が進んでいないと言われております。栃木県内でも決して被害がないわけでもなく、県北を中心に7月には牛肉のセシウムの問題、牛の出荷停止、そしてこれからは秋の収穫時期を控えて米の放射能の汚染に対してどうなのかと多くの方が心配しております。我々県会議員としてもですね、しっかり安全安心、そして皆さんがですね住みよい町をということで一丸となってこれからも政策に力を入れてまいります。どうか今回の鹿沼市議選において港と2人の候補者が出ておりますが、私の直属の高校の後輩でもあります立野候補者を皆さん壇上に押し上げていただきたいと思います。同じ世代として同じ思いで政治を志す候補者をよろしくお願いを申し上げます。今日はありがとうございました。ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。佐野忠夫でした。勝田正信県議会議員の挨拶でございました。ただいま塩屋町、流れ川町、桜市選出の神林県議会議員が駆けつけてくれております。ここで一言ご挨拶を賜りたいと存じます。よろしくお願いを申し上げます。ご紹介をいただきました佐倉市塩屋区選出の神林平野でございます。いよいよ鹿沼市議会議員選挙、立野弘明さんのもうすでに始まっておりますが、何としてもこの選挙戦勝ち抜いていただければなりませんし、もちろん上位で当選していただければなりません。みんなの党はこの4月の県会議員選挙で13名当選させていただきました。それも県民の皆様の多くの支持があったからだと思っております。今回の市議会議員選挙に、鹿沼市市議会議員選挙におきましても、みんなの党公認の立野弘明さんを何としても市議会議員の壇上へ送り込んでいただけなければなりません。みんなの党は地域主権、市民の皆さんの声を聞いてしっかりとそれを市政に反映させるべくやってまいります。無駄を省き、住民ニーズに応えていく、これからの行政は人口減少時代が始まります。そして少子高齢化の中でしっかりと市民の皆さんの声を聞いて、それを実現するために市議会議員で働いていただければなりません。その中で立野弘明さんはしっかりとその役目を担っていただけるものと確信をしております。選挙戦も始まったばかりでございますが、何としても立野弘明さんをこの市議会に送り込んで、みんなの党のその公約実現のため、そして市議会を変える、そして鹿沼市をよりよく変えていくために、立野弘明さんをどうぞ最後の最後までご支援
そして力強い応援をお願いいたしまして、私のお願いと街頭演説でのご協力のお願いとさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、販売役員議会員でございました。大変ありがとうございます。それでこの選挙カードでは実は4人の定員でございます。入れ替わり立ち替わりやっておりますけれども、ただいま宇都宮市議会議員の荒木英治市議会議員と小坂久志市議会議員が駆けつけてくれております。今斉藤幸子市議会議員もこちらに向かっているという情報でございますが、あ、今どうも駆けつけたようでございます。順次話をいただきたい、そういうふうに思いますので、まずはどなたからいきますか。はい、じゃあどうもカルマがですね、自分のルーツであるこういうふうに話をしております。荒木英治市議会議員よりご挨拶を賜ります。皆さんこんにちは。私は隣の市の宇都宮市市議会議員の荒木英治と申します。4月に行われました統一地方選挙で新人候補、みんなの党の新人候補として立候補し、見事当選させていただくことができました。やはり栃木にはみんなの党の、みんなの党のアジェンダが必要なんです。そしてこの鹿沼から栃木から日本を変えていく人が必要なんです。そのような覚悟の集団がみんなの党です。そして竹野弘明氏はその私たちの政策に賛同し立候補を決意したわけです。この鹿沼を変えるのは竹野候補しかいません。どうか皆さんの本当に温かい一票を竹野候補にどうぞお願いします。そして私の選挙を経験しましたが、一票でも多く取ることは何の問題もございません。ぜひともトップ当選を目指す、どうか立野候補よろしくお願いいたします。以上になります。荒木市議会議員様ありがとうございます。続きまして小坂久美市議会議員よりご挨拶を賜ります。皆さんこんにちは。宇都宮市議会議員の小坂久志でございます。私も4月の統一地方選挙で新人として当選させていただきました。私はもともと宇都宮市民ではありません。東京から転勤で宇都宮に13年前に来ましたが、やはり宇都宮をもっと良くしたいと思い、みんなの党から立候補して当選させていただきました。それはやはり宇都宮市民がもっと変えてほしいという思いからだと思います。何もない知名度もない人間がこうやって議員としてできるのも、やはり大きな市民の皆さんの声が届いたからだと思います。その流れを隣の鹿沼市でもよろしくお願いします。今回竹野弘明さん、小松秀夫さん、2人立候補しております。ぜひこの2人を当選させていただき、鹿沼市から栃木県から日本と国というところに太いパイプでつなげていこうではありませんか。実は私、明日一般質問しなきゃならないんですけれども、原稿を早々に書き上げて今日応援に来させていただきました。立野弘明さんはまだ40歳、私も42歳です。若い40代がこれから鹿沼市、宇都宮市、そして栃木県を引っ張っていくつもりであります。ぜひ立野弘明さん、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではですね、ただいま駆けつけて、くれました斉藤市議会議員でございますが、残念ながらスカートをおらんのですから上に上がるのは演じたいということで、ご挨拶を顔だけご挨拶をさせていただきたいと思います。斉藤幸子市議会議員でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。それではです、
広和市のご挨拶になるわけでございますが、ここで、選挙事務所どうぞお上がりください。ただいま深津誠選挙事務長と幹事長の福井小久幹事長が今この選挙カーの壇上に上がります。選挙事務所を代表をいたしまして深津誠選挙事務長から地元の皆様にご挨拶を申し上げます。ご紹介に預かりました深津でございます。選挙事務所の、事務所の深津でございます。ご代表を賜りました誠にありがとうございます。こちらの候補を本心に考えまして厚く御礼申し上げます。今回の市議会選挙に大変な激戦を手を持ちます。さての広明一生懸命頑張ってまいります。皆様方のご指導ご好評のほどを何卒よろしくお願いいたします。ただまだ簡単でありますが私からのお願いです。よろしくお願いいたします。深津誠の挨拶でございます。ただいま